ふるさと青汁をご紹介します。ラジオ限定のお得な情報もありますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい。放っておくと様々な不調の原因にもなりかねません。そんな方々から今注目されているのがアシタバという野菜なんです。はい、このアシタバって聞いたことはありますけど、実際あまり馴染みはないですね。はい、実はこのアシタバ、東京から約300キロ南に位置する八丈島を原産とした野菜で、昔から健康野菜として八丈島の人々に愛されて食べられてもきました。そしてこのアシタバのすごいところは、他の野菜と比べて栄養成分が非常に豊富、食物繊維に至ってはあのケールを上回るほどなんです。え、あの青汁でよく使われるケールより、はい、多いですね。そうなんです。Thank you.
山 FM ブライダルバスツアー in 会津、8月4日日曜日開催。私と一緒に結婚式場を見学に行きましょう。ツアーガイドは私矢野真美です。今回のバスツアーでは、浦磐梯ロイヤルホテル、アニエス会津、ホテルニューパレスの3会場をご案内します。素敵なランチ付きでペア10組20名様を無料ご招待します。福島 FM ブライダルバスツアー in 会津の詳細お申し込みは福島 FM ホームページまで。片平里奈スペシャルプログラム、叫び続ける。いよいよ8月7日にメジャーデビューを飾る地元アーティスト片平里奈。本人を語る上で大切なキーワード、ラジオ、音楽、ふるさとをもとに、片平里奈自身の言葉で語る55分間です。放送は8月4日日曜日午後7時から。中性ごま油。